ガイシャは男も女もお前と面識がなかったってことだったな、キリュウ。ああ、タツカーは写真で見たことがあるだけだ。女の方は顔も名前も知らない。そうか、まあそうだろうな。しかし仏になってた達川は例の赤ん坊の父親って話だってな。すると達川はお前が親代わりになって育てた娘に子供をはらませた元ホストだ。お前がその達川をぶち殺したっていうストーリーも十分考えられる。よせよ本庄、くだらねえ難癖つけんな。完全にしろって証拠が出ない限り事件の関係者は全員グレーでしょう。達川はホストを辞めた後アジア街に出入りしてた。中国マフィアの情報屋だったらしい。そのことを警察は知っていたのか。いや、全くマークできてなかった。だが達川をやったのはおそらくその中国マフィア最妖怪の連中だ。これまで奴らが関わってきた殺しと凶器や手口が似ている。ちなみに言うと達川と一緒に死んでた女はカムロ町のホステスだった。達川と付き合ってたらしいが、かわいそうに巻き添えになっちまったんだろう。伊達さん、あまり事件の情報をこんな奴に話しちゃまずいでしょう。桐生が広島まで行って赤ん坊の父親を探し出したんだ。そいつが死体で見つかったとなりゃうちにも役に立つ情報を持っている。達川の身元がすぐに分かったのも桐生のおかげだろう。ならこっちからもある程度の情報は出してやらねえとな。お二人のやっていることは慣れ合いにしか見えないんですよ、俺にはね。こいつがヤクザだったのはもう昔のことだ。いいんだ伊達さん。それよりこの後またセレナで会えねえか。他にもいろいろ聞きたいことがあるんだ。わかった、俺一人で行く。キリュウ、お前は先にセレナ行って待っててくれ。ああ、頼む。桐生さん、どうも。お前、ジョー、なんでここに？どういうつもりだ？いつかは俺たちもカムロ町に乗り込まなきゃいけないって思ってたからね。桐生さんが行くんならちょうどいいと思ってさ。せっかくだからみんなで上京してみたんだけど。みんなでって、お前な。まあいいじゃない、それだけうちらも本気ってことだよ。そうそう、一応アジト代わりにしていいって店を確保したんだ。 M サイドカフェっていうミレニアムタワーの横のカフェなんだけど、今から少しだけ時間ある？はぁ、あ、仕方ないな。少しだけだぞ。こんな場所に俺らがたむろして構わないのか。この店マスターの知り合いが経営してるらしくてさ、掛け合ってくれたんだ。あのマスター一体何者なんだ。おお、本当にやがったなジョーの野郎。お前ら、お前の動きなんてな、こっちには筒抜けなんだよジョー。ジョー、ここに来たからにはもう容赦しねえぞ。カムロ町はジャスティスのホームだ。尾道みたいにお前らにやりたいようにはやらせねえ。そんなの覚悟の上だ。そうじゃなきゃこんな喧嘩なんか売らねえよ。それよりどうだ、久々に怠慢でも張るか。断る。この人はカリスマレインメーカーだぞ。お前みたいな三下の相手をしている暇はない。勘違いしてんじゃねえぞじゃあ。お前らの相手は俺たちがやらしてもらう。最近退屈だからよ、相手してくれや。おいジョー、何なんだこいつらは。六強人の最強タッグ、天山小島、通称天小島です。俺と岡田がジャスティス作って潰そうとしたギャング、カラーズの中心人物だった奴らです。カラーズの？なんでそんな奴らがジャスティスに入ってるんだ。岡田はあいつらの力が欲しかったんでしょう。二人ともクソ野郎ですが、
腕は確かですから。おお、ジョー君、分かってんじゃねえか。そうよ、カラーズからジャスティスに鞍替えしてもな、俺たちがチャンピオンだ、永遠のな。 1+1 は2じゃねえぞ。俺たちは 1+1 で200だ。10倍だぞ、10倍。おい、計算間違えてないか。それを言うなら100倍だろ。細けえこと気にすんなよ、スケール感の問題なんだよ、この野郎。細かいツッコミ野郎はぶっ殺しちゃうぞ、バカ野郎。まあまあまあ、天下の六強人がこんなところで三下と戦うのはよしましょうよ。我々の格が下がったように見られてしまうね、えレインメーカー。ああ、そうだな。そういえばあんた前にも一度会ったよな。ああ、そうだったかな。偶然ってのはあるもんだな。あんたに恨みはないけど、俺の邪魔をするなら悪いけど排除させてもらう。上等だ。せいぜい楽しませてくださいよ、飛龍会さん。それでは。てめえら覚悟しとけよ。あいつらがジャスティス本体か。こっちでも厄介なことになりそうだね。チームの編成をしたり、ジャスティスと戦うときはここに来て声をかけてください。わかった。キリュウの兄貴、どうでした？サツからは何か情報はもらえたんですかいの？少しだけだ。後でまた馴染みの伊達って刑事がここに来てくれることになっている。そこのママの旦那だけどな。悪いな、ママ、またたまり場にしちまって。いいのよ、好きに使って。この店には私よりキリュウさんの方が古いんだから。ありがとう。そちらのママ、デカの神さんじゃったんか。いやー、下手なちょっかい出さんでよかったわ。ノーを言うた。大丈夫か、言うた。知り合いの死に顔を見るのは初めてじゃ言うとりますけ、さっきから心機くそうでかな。余計なお世話ですよ。大体頭だって今の今まで黙りこくってたじゃないですか。バカだれ、お前が何も口聞かんからわしも黙っとっただけじゃ。警察の話じゃ、辰川をやったのは中国マフィアの連中らしい。中国マフィアって例の西欧会とかいう？ああ、辰川は情報屋としてその西欧会に使われてたって話だった。何かしくじって雇い主に始末されたってことかもな。しかしえげつなことしよるな。辰川は喉切られた上に心臓をめった刺しにされとった。見せしめっちゅうことですかの。なんか俺が知ってた辰川とは別人みてえだ。カムロ町でホストになったと思ったら、そいつは中国マフィアの情報屋になるための偽装で、やっと見つけたと思ったらゴミみてえに殺されててよ。俺は辰川を半殺しにしてやろうと思ってわざわざ東京まで出てきたのに、すっかり気持ちが冷めちゃいましたよ。これからどうします兄貴。辰川が死んどるんじゃ、遥さんのことも何も聞き出せんで。分かってる。だが俺は中国人がなぜ辰川を殺したのかを知りたい。と言いますと？辰川が中国マフィアに追われてたんなら、ハルカやハルトもその件に巻き込まれたって可能性がある。ん？もしそうなら、ハルカちゃんが引き逃げされたのはただの事故じゃなかったってことすか？まだそう言い切れるだけの材料はない。だが、辰川って男には
わけのわからねえことが多すぎる。確かにそうっすね。キリュウ、邪魔して構わないか。広島の広瀬一家っていうと、あんたら陽明連合会の関係か。陽明連合会直系の増添組さんか。その末端の組ですわ。ほいじゃが、うちの総長の広瀬徹は昔近江連合ともバリバリやりようとるけ、薩の旦那じゃったら名前くらい知っとるじゃろ。悪いけど聞いたことねえよ。なんなら東京のデカも大したことありゃせんのんじゃの。それよりな、キリュウ、ちょっと遥かなことでお前に話しとかなきゃいけないことがある。ん？お前が広島に行ってる間に遥かの病院を移させてもらったんだ。都内の警察病院にな。何かあったのか。ああ、前の病院に東条会を名乗る連中から遥かを見舞いたいって問い合わせが何度も来るようになってな。東条会か、遥かを。そう名乗ってるだけで本当に東条会の連中かどうかもわからねえ。とにかく俺も気持ち悪いんでな、人目につかねえように病院を移したんだ。一応念のためだが、遥かの病室には誰も近づけねえように警備もつけている。遥かの容体は変わりなしか。あいにくな。お前ももう少し落ち着くまで遥かの面会には行かない方がいい。お前らが下手につけられて遥かの居所が嗅ぎつけられりゃ、もう移す病院のあてもねえ。そうか。せめて遥かの意識が戻ればいいんだがな。秋山はどうしてる？あいつも遥かについててくれていたろ。遥かを警察病院に移した時、秋山にも離れてもらった。あいつも中国マフィアに狙われる身だ。そうそうのんきに病院でじっとさせてるわけにもいかねえ。連絡は取れるか？ちょうど中国人のことで秋山に聞きたいことがあるんだ。いや、用がある時は向こうから連絡してくるって言うんでな、こっちからは連絡の取りようはねえ。でもお前が今さら秋山に聞きたいことってな。前に秋山と一緒にいた時、エドっていう中国人とやり合ってな、多分西洋界の中でも幹部クラスだ。秋山からそいつの居場所を教えてもらいたい。その後エドから西洋界が辰川を殺した理由を聞き出す。なるほど。ただそういうのは警察の仕事なんだがな。まお前に言っても聞きやしねえか。そりゃそうと、今度は俺にも話を聞かせてくれ。殺された辰川が神室町に来た行き先とか、広島にいた時の様子、遥かとのやり取り、何でもいい。悪いが俺も仕事なんでな。さっきの伊達千代でか、年は食っちゃるがなかなかの切れ者じゃったの。信用してもええよじゃ。そうっすね。伊達さんに任せておけば辰川がなんで殺されたのかも掴んできてくれるんじゃないすか。そうかもしれねえな。だが俺は一刻も早く遥かの事故の真相が知りてんだ。黙ってじっと待つつもりはない。なんでそんなに急ぐんです？サツも辰川の殺しを追い始めたんだ。いつ俺らを邪魔者扱いしてもおかしくねえ。伊達さんはともかく、結局警察ってのは組織の理屈で動く。例えば本庄ってデカは俺を犯人扱いできるとも匂わせてきた。なんじゃそれ。とにかく俺は自由に動けるうちに動いておきたい。まずは秋山を探してみる。前に秋山が隠れてた下水道に行ってみるつもりだ。お前らはここにいて、いつでも連絡が取れるようにしといてくれ。わしらはここで待機しとりますけ、気にせず向かって使わさい。キリュウの兄貴、気をつけてください。それじゃ。
誰だお前ら。把他包围起来，别让他逃走。要确定这家伙今天死在这里。中国人。ここでずっと秋山の帰りを見張ってたってとこか。話の通じる相手じゃなさそうだ。看我把你这混蛋给剁成肉酱，再把所有的日本黑帮给杀得干干净净。まだいるな。お前は逃げなくてもいいのか。どうも、キリュウさん。俺ですよ。覚えてます？ん？ああ。前にこの場所を教えてくれたやつか。はあ、よかった。俺まで殴られるんじゃないかと思ってヒヤヒヤしてた。でも、キリュウさん。なんでまたこんなとこに。秋山さんなら前にあんたと出てったきりここには戻ってないよ。また秋山と連絡が取れなくなってな。あんただったら連絡つけられないか。できなくないけど少し時間がかかる。秋山さんも慎重なんでね。連絡が取れるまで何人かに話通さなきゃならないようになってんだ。ああ、あいつはまだ中国マフィアから狙われてるようだな。正直そこまでヤバいならカムロ町を離れた方がいいと思うんだけどね。秋山に俺の携帯へ電話よこすように伝えてもらえるか。分かったよ。少し時間をくれ。ああ頼む。秋山です。連絡取れなくてすみません。何か俺に用があるとか。ああ、お前は今どこにいる。まあ転々としてますよ。カムロ町にはいますけどね。そうか。お前に聞きたいことがあるんだ。この間エドって中国マフィアとやり合ったな。あいつはマフィアの中でどの程度のポジションだ。採用会の中でってことですか。幹部ではあるみたいですね。ボスと直接口切るメンバーの一人だとか。やっぱりそうか。エドと話がしたい。あいつの居場所は分かるか。エドと話したいって。なんでまた。採用会が遥の事故に絡んでいるかもしれないんだ。エドがいるのはアジア街です。そのど真ん中にあるでかい店がエドの仕切りなんですけど。なんだ。キリュウさんが店行ってエドと話したいと言っても手下どもが通してくれやしません。その店は採用会の中心部です。連中を丸ごと潰しに行くのと変わりませんよ。なんならそれでも構わないかな。極道から足洗った人のセリフじゃありませんね、それ。とにかく電話じゃなんです。今から会いませんか。いいのか。どこで会う。劇場前広場にアパホテルってのがあります。そこの6階の客室で。キリュウさんはお一人ですか。ああ、一人で行く。わかりました。
俺もすぐ向かいます。でも今度はつけられないようにしてくださいよ、キリオさん。分かってる。さっきから俺をつけてるのはお前らか。問答無用か。秋山、どうも。ちょっとスパイみたいでしょ。でもこれ遊んでるわけじゃないですから。その割には楽しんでるように見える。本当の話、今の俺がカムロ町で動くには一苦労でしてね。それに今日はもう一人ゲストがいるんで慎重にと思いまして。ゲスト？人生一家の室田です。命を救ってもらった恩は忘れてませんよ、キリオさん。お前なんでここに？最近この室田君から俺の変装を見破られたことがありましたね。聞けば俺のことを桐生さんに教えたのも彼だったって話で、意気投合したというか。俺らが気をつけなきゃいけないのは中国マフィアだけじゃありません。
登場界の菅井ってのも穏やかじゃないんで、桐生さんにはこちらの室田君からそのあたりの話を聞いておいてもらった方がいいと思ったんです。どういうことだ。いやー、よく見りゃ本当に4代目だったんですね。あの後カムロ町に4代目が来てたって聞いて驚きましたよ。ただ東上界の上層部は驚いたっていうより動揺してました。それも結構激しく。動揺？今の東上界本家は会長代行の菅井さんと染谷の二人が主導権を握っています。理由はもちろん六代目が逮捕されて不在になったからなんですけど、でもそれが仕組まれたもんじゃねえかって噂があるんです。仕組まれた？順を追って話しますが、まずアジア街の火事です。あの日何箇所かで同時に放火されましたが、未だに犯人は分かっていません。でもあの当時カムロ町でそんな組織的な動きができる勢力となると東上界以外にないんです。東上界の門がアジア街に火を。ええ、そしてその焼け跡に入り込んできたのが中国マフィアの最妖怪。当然東上界と島争いが始まりました。でその抗争が収拾つかなくなると、サツはうちの6代目に責任かぶせて逮捕。トップ不在の東上界は相談役だった菅井さんに実権を握られることになった。噂の筋や菅井と西洋界はグルだったってんです。アジア街の火事は菅井が西洋界をカムロ町に引き込むためで、その後の抗争は6代目を逮捕させるための茶番。そしてもし本当に菅井たちが大吾さんの追い出し工作をしてたなら、彼らにとって桐生さんは相当煙たいはずです。桐生さんが真相に気づけば大吾さんをはめた返しに来るって。だから俺はどうしてもこのことを四代目にお伝えしたかったんです。菅井と染谷にはくれぐれも気をつけてください。ここに来る前、俺は東上界の人間に襲われた。え？お前の言う噂話もまんざら的を外しちゃいねえようだ。わざわざすまなかったな、室田。恩に着る。ええ、それじゃ俺はこれで。東上界には今の室田君みたいに考えてるやつが他にもいます。ところが菅井と染谷が睨みを聞かせてるもんで、誰も表立っては言えない。お前はどう思うんだ。菅井たちと西洋会がグルだって話ですけど、少なくとも今は本気で殺し合ってるようにしか見えませんね。最初は茶番だった構想がいつの間にか本物になったってことかもしれません。カムロ町は今めちゃくちゃです。俺がスカイファイナンスを再開しようにもこんな状態じゃどうにもならない。スカイファイナンスを。俺はこの町を生かす夢を持った人間に金を貸すためにスカイファイナンスを始めました。どん底だった俺を救ってくれたこの町に恩を返すためです。ところが東上界と中国マフィアの抗争に加えて人権派が町中の風俗店を買い占めています。ご存知かどうか、スターダストもその餌食になりました。ああ、聞いている。こんな時にもし希望があるとすれば、堂島の竜が今またこの町にいるってことです。だが俺は分かってます。桐生さんが抗争を収めるために来てるわけじゃないってことは。ただそれでも俺はあなたには期待しちゃうんです。すいません、今のはこっちの都合でしたね。アジア街のことは調べておきました。江戸と話をするだけならわざわざ正面から乗り込む必要はなさそうです。迂回ルートがあります。
迂回ルート。採用会のメンバーは半端な数じゃありませんから、人目を避けて忍び込みます。ところで桐生さんが江戸に聞きたいことってのは。採用会が辰川って男を殺した理由だ。辰川？尾道の極道だった男で、最近は採用会の情報屋としてアジア街に出入りしていた。そしてそいつがハルトの父親だったらしい。え？じゃあそんな危なっかしい奴がハルカちゃんの？まさか。俺もまだ信じられない。だからそれを確かめるためにも江戸と話がしたいんだ。なるほど、わかりました。俺がアジア街を案内します。いいのか？ええ、もちろん。アジア街の前でもう一度落ち合いましょう。本当はもう少し人数がいるといいんですけど。それなら尾道からちょうど仲間が二人来ている。そしゃ、何度もご足労をかけて申し訳ないんですけど、後でまた。悪いな、待たせたか。桐生の兄貴、すんません。頭、しこたま飲んじまって。これでも辰川のこと可愛がってたんすよね。俺だって酔いたかったのに、先に酔っ払われちゃいましたよ。ああ、まあお前らの気持ちは分かってるんだが、5万だぞ、その酒は。一本5万はする酒だ。ちょ、え、それじゃ50万。だからもうやめた方がいいって言ったのに。頭、ちょっと起きろよ。おい、なんじゃ。ユータ踊れ、なんでもっと早う止めんのじゃ、バカだれ。立川なんぞのために50万も。まあつけにしてもらったんすから、後でなんとかするしかないでしょう。それより今はアジア街のことですね、え桐生の兄貴。ああ、もう目は覚めたのか、南雲。当たり前じゃい。これから殴り込みっちゅう時に、いつまでも寝ぼけとるわしやなあですわ。しかし韓国人のホストとやりようたと思うたら、今度は中国マフィアのアジトに殴り込みとは。ええですな、兄貴は。毎度喧嘩の種がようけ転がっとりますわ。けどその連中、辰川をあんな殺し方した組織なんすよね。こっそり忍び込むっつっても本当に大丈夫なんすか。バカだれ、我は何しにカムロ町を組んだら目で出てきたんじゃ。こういう時のために体張りに来たんじゃろうが。あ、いや、無理はしなくていい。確かに命がけだ。相手は殺しをへとも思ってねえ連中だからな。ほいじゃけど、わしらにとっても辰川の弔い合戦ですけ。お前もええ加減腹くくれや、ユタ。へいへい、キリュウの兄貴、それじゃもう出るんだ。そうだな、
そろそろアジア街に行こう。おっしゃ、地獄の果てまでお供しますわ、キリュウの兄貴。それじゃ。兄貴、アジア街じゃ。秋山優馬、ここらで待ち合わせじゃ。ああ、こっちです、桐生さん。少し距離を空けてついてきてください。南雲、優太、あいつが秋山だ。ええ、へい。江戸の店があれです。少し遠回りになりますけど、他の建物自体にあそこへ忍び込みます。分かった。そしたらこっちです。改めて秋山です。キルさん、そちらの二人が広島の。ああ、広瀬一家の若頭南雲と若衆の雄太、ハルトの父親だった達川も前は広瀬一家の組員だったんだ。南雲じゃ。宇佐美雄太です。秋山さんのことは桐生の兄貴から聞きました。前は神室町の金貸しっちゅうことでしたの。前はね、今はまたホームレスに逆戻りでして。それより江戸の店に忍び込む作戦ですけど、まずはこの建物から入り込みます。いくつか建物の中を突っ切って、さっきの江戸の店の3階あたりの窓から忍び込んでくってのは俺の考えです。うまくやればほとんど中国人マフィアとやり合わずに江戸のところへ行ける。その江戸中中国人は今ちゃんと店におるんか。大抵はね、もしいなければ江戸が店に戻ってくるまでこっそり建物の中に隠れて待ちます。できたら願い下げな状況っすね、それ。同感だね。他にもやりようはあるんだろうが構わない。今とにかく江戸と話さえできりゃそれでいい。それじゃ行くか、秋山。ええ、あ、そうだ、これ渡すのを忘れてました。ん？東上会の元四代目が西洋会に忍び込んだとなると騒ぎになりますから。気休めかもしれませんけど、いいでしょう、これ。またこれをかぶることになるとはな。みんな考えることは同じなんすね。まず、俺と桐生さんで先行して屋上へ行きます。それまでは、南雲さんと雄太君はここで待機してください。さすがに4人全員で動くとバレちゃいますからね。屋上に着いたら、ロープを垂らしますんで、それを伝って登ってきてください。分かった。了解です。じゃあ早速行きましょうか。物音を立てずに静かにお願いしますよ。确认完了吗？是，已经全部交付了。好，那今天的工作结束了，辛苦了。哦，终于完了。对。啊，对了，你今晚有没有空？有是有，您不该又会去那家夜总会吧？好嘛，一个人去不好玩嘛。去是可以的了，但是你不能在付钱的时候睡觉了。知道了，知道了。
您绝对是装睡的，对吧？没那么回事儿。いいですよ。様子を見ます。合図したらこっちに来てください。止まって。キリュウさん。何者だ？有可疑人物混进来了，他应该躲在附近，找出来。キリュウさん、バレないように隠れて。找到了，在这儿。あもう、仕方ねえな。欲しいぞ。こら。行きましょう。ほっほう。やばい。くそ。このコスじゃ。キリュウさん、今のうちに早く。
一時はどうなることかと思いましたよ。それじゃあ下でお待たせしてる二人を呼びましょうかね。よいしょっと。全員揃いましたね。それではご案内します。やけに静かだな。あれ？誰もいない？もしかすると罠かもしれないな。面白うなってきましたわ。2階です。キリュウさんはそっちへ向かってください。死にさらせ。取れ。離せ。さて、招いた覚えのない客だ。何者かな？俺が誰なのか、なんとなく想像はついてるんじゃねえのか。まさかとは思ってたが、その声はやはり。キリュウ・カズマ。道島の竜だ。俺を歓迎しろとは言わねえが、あんたには聞きてえことがある。相手してもらおうか。聞きたいこと？達川って男のことだ。あんたら西洋会に出入りしていた情報や、奴を殺したのはお前らなんだろう。我々と言いますか、達川を殺したのはこの私だよ。なぜ達川を殺した？
聞きたいことというのはそのことか。しかし、あなたに何の関係が？俺の質問が先だ。達川のことは、あなたにとやかく言われる筋合いではない。彼は、西王会を裏切った。達川を殺した理由は、組織の掟に従ったまでのこと。ケリュさんは、ヘイハイツという言葉をご存知かな？ヘイハイツ？中国の一人っ子政策を逃れて生まれてきた子供たちのことでね。彼らは戸籍を持たず、国家の管理も届かない闇の子供たち。しかしそのために最低限の生活すら国家に保障されない哀れな存在だ。遺説によればその数は数億人。達川という男はそのヘイハイツの一人だ。中国人だったってことか。西洋界は多くの兵配置を日本にかくまい、戸籍を与えて救ってやっている。達川が余命連合会の極道になったのも、いつか我々の役に立つため。しかしあの男は子供の頃に受けた恩を忘れ、組織を裏切った。その時から彼は我々の制裁を恐れていたはずだ。つまりは自業自得。達川がお前らにしでかした裏切りってのは何だ？さて、それこそあなたにお話しする義理はないね。どうしても聞きたければ、あの世で達川から直接聞くといい。この私が達川のもとへご案内して差し上げよう。キリュウカズマ！ここがお前の墓場だ。キリュウ！
しらを忘れちゃ困りますぜ。切れの兄貴、助立ちします。これは久しぶりにいい運動ができそうだ。気を抜くな。キリュウの兄貴、こいつがエド。ああ、タツカを殺したのもこの男だ。エド、話してもらおうか。タツカワってのはどういう男なんだ。なぜあいつを殺した。タツカがお前らにした裏切りってのは何だ。往生際が悪いぜ。答えろ。お前らはいつか必ず殺す。その前に俺がぶっ殺してやろうか。ありゃ、マスゾエか。マスゾエ。兄貴、踊れら。ようやってくれたの。たった4人でアジア街を引っかき回してくれよった。どうなってる。なんでお前がこんなところに。陽明連合会の幹部か、中国マフィアとグルなのか。陽明連合会は広島で登場会と杯を進めてんだろ。なる。登場会と戦争してる中国マフィアはお前らにとっても敵のはずだ。俺には陽明連合会なんてどうでもいい。ちょうど潮時だな。何。俺はな、キリュウさん、中身は生粋の中国マフィア、最初から西洋界の人間なんだよ。なんだと。それじゃお前も達川と同じってことか。達川。達川は中国人のヘイハイスとかいう生まれだったって話だ。そして子供の頃から日本人になりすましていた。ああ、確かにそこまでは同じだよ。ただ俺は達川と違って西洋界を裏切りはしない。お前らは一体何なんだ。広島で何をしていた。この状況であんたが質問できる立場か。お前らこそ何のつもりだ。このアジア街に殴り込んだ理由は何だ。今すぐ全員で死ぬつもりがないならそっちから答えてもらおうか。お前らが達川を殺した理由を聞きに来た。達川があんたに何の関係がある。達川は広島で沢村遥って娘に春人っていう赤ん坊を産ませて神室町に姿を消した。遥は俺にとって娘も同然だ。沢村遥があんたの。そうか。それじゃあ尾道であんたと一緒にいたあの赤ん坊が。マスゾエ、早くこいつらを撃て。何をもついぶっている。落ち着いてくださいよ、江戸さん。ボスが来てます。
何？ボスが、なんでわざわざこんなところへ。私は斎王会総帥のローというものだ。あんたが中国マフィアの頭ってわけか。ああ、そちらのことは増添から聞いている。桐生さんは日本中のヤクザから一目置かれている人物だと。堂島の竜と言ったか。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか興味深く思っていた。毕竟那伟大的土地生产者不能被人知道的秘密。嗯？何？把枪放下来。桐生さん、私たちの出会いの形は決していいものではなかった。だがお互いメリットのある関係を築けるはずだ。もう一度頭を冷やしてから改めて席を用意したい。明日の夜、私とあなたの二人だけで、そこであなたの知りたいことのいくつかには答えよう。俺には悪くない話だ。だが、それであんたには何の得がある？まず私の持つこの店をあんたたちの血で汚さずに済む。そしてもう一つ、我々は今東条会との抗争を抱えているが、その裏に陽明連合会もついていることを承知している。桐生さんはその両組織のトップと対等に口を聞けるという。私がもてなす価値は十分にある。私の招待を受けてくれるか。はあ、分かった。いいだろう。明日の場所は桃源郷ってソープだった廃墟ビルだ。ただしボスが招待しているのはあんた一人だ、桐生さん。わしら生きて返されましたの。ほんま、なんで中国人たちはわしらを殺さんかったんじゃ。同感。もしかして増添ってさっきの広島ヤクザ、いい人だったりする？いや、それはないわ。嫌味なやつじゃけ、わしは今まで散々な目に遭うとる。ほいじゃが、あの増添が中国人だったとはの。ヘイハイツとか言うとりましたか。タツカといい、マスエといい、一体どうなっとるんじゃ。ヘイハイツって何なんです？中国の一人っ子政策を守らないで生まれた子供たちってことらしい。エドはそう言っていた。ああ、聞いたことありますね。一人っ子政策って二人以上子供を産んだ親に重い罰金がかけられたりするんです。でも中国の田舎の農家なんかじゃ人手が足りないっつってこっそり二人三人って産んじゃうんですよ。ところが生まれた子を役所に届け出ないもんだから戸籍も何もない。だから彼らは教育も社会福祉も医療も受けられない。あんた物知りじゃの。さすが東京もんじゃ。
採用会はそのヘイハイツって戸籍難民を日本に密入国させてたってわけか。多分戸籍も偽造してやったりして日本人になりすまさせてたんでしょう。なんだろう、ヒューマンロンダリングとでも言うんでしょうかね。広島にはそのロンダリングされた中国人がゴロゴロいるのか。今までそんな話聞いたことないですけど。でも実際陽明連合会の中に達川と舛添の二人も紛れ込んでたんですよね。それが中国マフィアのスパイとして送り込まれてたわけですか。採用会と陽明連合会ってのはなんかつながりがあるんですか。わしらが知っとるわけないわ。わしらは所詮陽明連合会の末端の枝じゃけ。俺らは達川を追ってきただけなのに、なんか妙なもん釣り上げちまったってことか。キリュウさん、明日本気で牢の誘いを受ける気ですか。ああ、達川のことを聞き出すためだ。あいつが中国マフィアに殺された理由が何なのか分からない限り、遥の事故がただの事故だったとは言い切れない。もし誰かが意図的にやったことだとすれば、遥がまた襲われる可能性だってある。確かになるほど、そういうことすか。ほいじゃが、兄貴たった一人で大丈夫かいの。さっきあの場で殺されなかったんだ。明日俺が行ったところで命まで取る気はねえんだろう。牢が俺にどう出てくるつもりかは知らねえが、誘いを断る理由はねえ。わしらも行きたいとこですがの。達川と舛添のことといい、あの中国マフィアは広島にも何ぞ一物持っとるようじゃけえの。あ、それで思い出したんですけど、牢が舛添に何か中国語でつぶやいてたの覚えてます。ん？俺達川から中国語を教わってたんで大体の意味は分かったんす。堂島の竜と言ったか。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか興味深く思っていた。毕竟那伟大的土地，深藏着不能被人知道的秘密。何？ローのあの中国語は何て言ってたんだ。あいつはこう言ってたんです。あの尾道の土地には決して起こしてはならない秘密が眠っているからな。決して起こしてはならない尾道の秘密。